ズロスタとワラタの二人です。今回はいよいよ本編を、やっていきます。ダニエル君を助けるぞ。ここからお姉ちゃんのクレアを操作していくんだね。ダニエル君と同じく、霊の屋敷に流れ着く感じっぽいね。今回も操作マニュアルは翻訳しません。ゲーマーの勘でプレイします。再びここにやってきたな、俺たち。ダニエル君がどうなってるか、心配だ。お姉ちゃんをしっかりサポートして、進むぞ。時はこれを使えばいい。おいおい、ホラー作品での車の逃走は、大体死亡フラグだぞ。なんか異常現象起きたけど、気にしないでおきます。出して、もう手遅れだ。前回入った時と比べると、微妙に構造が変わってるね。部屋が入れたり入れなくなったりしてるな。コインを拾ったけど、このゲームはアイテムの売買とかできるの？それはわかんないけど拾っておいて、損はしないと思うよ。見つけたら積極的に拾っておこう。本編ではこの部屋が安全地帯なんだ。敵に襲われたらこの部屋に、逃げ込もう。
忘れた頃に重要になってきそう。またここまで来たね。嘘だろ。そろそろ来る頃だと思ったよ。悔しいが今は感情を抑えてここから出ることを考えよう。手に入れたハウスキーで行けるとこすべてを調べよう。いつの間にタンスの中へ。距離を取ろうと外まで出たけど追っては来てないね。なんだ、画面がモヤモヤしてる。多分奴が近くにいるってことだろう。警戒しろ、スロスタ。敷地外へ行くにはボルトカッターが必要みたい。壁から手が。コインを要求してる。あげてみよう。体力の上限が上がった。どうやらコインをあげると役に立つアイテムがもらえるのか。今後もコインをどんどん拾っていこう。うまく中に入れました。定番のギミックだね。
屋根裏部屋の鍵をゲット。そういえば左側に扉があったような。ならまた屋根裏部屋に行かないといけないな。あっという間にコインが10枚貯まったね。また後で取引してもらおう。一通り3階を探索し終えたので、屋根裏部屋行きます。この部屋か。前日談に警察官がいたけど、やっぱり化け物の仲間だったんだな。ポルトカッターだ。これで探索できる範囲が増える。なんだお前。どこかへ行った。あざ笑っているかのような態度で、ムカつくやつだな。お宝のヒントのような写真かな。さっきの女と関係してるのか？わーい、車の鍵だ。これでこことはおさらばだ。く、最後の最後まで追っかけてくるみたいだな。こいつはよう。脱出の手口を手に入れたんだ。ここで諦めるわけにはいかない。車で脱出って、高確率でフラグ成立するからやっぱりもう少し探索しないか？わらたがそう言うんなら別にいいけど、まだ何か見つかるかな。とりあえず新たな種類の敵は、今まさに発見したぞ。あ、そうだ。地下室があったの忘れてたわ。これは探索の視界があるな。なんかもう追いかけっこにも飽きて、来たし、車乗って出ようぜ。くじけるの早すぎ。一応コインを探しておこう。
ここもアンチなのね。まあそれはさておき、取引取引。アイテムのストック増量。すごく重要そうな鍵ゲット。HP 増量。ついでに取り忘れた1枚を拾っておきました。そしていよいよ脱出だ。あの様子だともう追って運べない。そう祈っておこう。脱出。アディオス。車で脱出は死亡フラグという、ホラーゲームの常識を覆すことはできませんでした。やはり屋敷の謎を解かないと、出られない感じか。